はい、捨て上げです。タイトルにもねあると思うんですけどね、捨て上げチャンネル、ただいまね絶賛企業案件募集しております。ちょっとねもう次のステージにね行こうかと思って、私も、ちょっとねもう危ない、チャリンコできてるからね、今危ないよ、ちょっと影響力がねもうねヒカキンクラスなんで、これマジよ。最近ね外配信、ツイキャスとかね、フワッチとかいろんなところでね外で生放送してんだけど、歩くたんびにね必ずね声かけられるんだよ。それ配信見てるとかじゃなくて、そのたまたまそこにいたねキッズとか、たまたまね通りすがりのキッズにね、あれ捨て上げさんですかってバカみたいに声かけられるから、俺もしかして登録者はね今20万人だけど、知名度だけだったら、影響力だけだったらねアホみたいなんじゃないかっていう、1000万人クラス、ヒカキンクラスは多分あるだろうなっていう、思ったんで、ちょっとね企業のね皆さん、たくさん見てると思うんでね、アダルト企業、企業アダルトのね大人のね皆さんね、案件ね募集しております。本当ね激安です。なんかよく相場でねチャンネル登録者かける1円みたいな、 YouTuber の案件の相場、例えば10万人登録者だったら10万だとか、100万人登録だったら100万だとか言われるけど、私激安です。まあ相場通り言ったら20万くらいですか、20万で、まあ最安値で10万くらいでねやりますよ。ちょっと蚊がうざいな、調子んね。そう、どんなね企業でも、どんなって選ぶけどね、本当例えばね町のラーメン屋とか、うちのラーメン屋ちょっと人気なくてね経営厳しいんでみたいな、とかね、お父さんお母さんがねそういう自営業でね、定食屋とかね、料理屋ラーメン屋とかやってるキッズの子もね、ちょっと捨て上げさんっていうねすごい人がいるんだけど、この人にちょっと宣伝してもらえないってね、お父さんお母さんにね言ってごらん。本当10万20万くらいでねやりますよ。ただ仕事は選べます。俺もねプロなんでポリシーあるんでね、何でもかんでも生き受けるわけじゃないんだけども、仕事は選ぶけど、ちょっとやりたくないなというか、ちょっとこれはっていう仕事はね、まあ、100万とかね200万とか要求するけど、まあこれいいじゃん、面白そうじゃんって、ちょっと協力したいなって思ったのがねあったら、ほんと10万20万でね激安でやらせていただきます。ほんとね、ほんと何でもいいよ、何でもって言ってはあれけど、まあ例えばさ不動産屋とかさね、不動産仲介のね不動産屋とかね、個人というか、まあ、個人事業主でもいいですわ、個人事業主でも中小企業でも、まあ、もちろん大企業でもいいけども、ね、こうね、公園です、何でもいい、こう本当はなんか、公園でもいいよ、公園ってそっちの公園じゃないよ、よく YouTuber がさなんかその偉そうにさなんかさどっか行ってさね、なんか学校とかさ専門学校とか大学とか行ってさ、なんか講演みたいな、講演会みたいな、クソみたいなことしてんじゃん、あら大嫌いだから俺、YouTuber ごときがね何を語れんのっていう、そんなあっさいあっさい人生歩んできて何調子乗ってんのって思っちゃうから、そういう講演会とかねそういうのはなしで、気持ち悪いからね、まあ100万200万積まれたらやりますけど、まあでもなんかセミナーとかもねちょっとねちょっとね、まあ最低200万からだよね講演会とか、じゃなくてラーメン屋とかさ料理屋とか何でもいいわ、タピオカ屋とかさ、本当なんだろうクリーニング屋とか何でもいいですよ、本当に町のこじんまりとしたね雑貨屋とかね本屋とか車屋さんとかさ何でもいいですよ、それこそ自治体のね方もだな、大歓迎よ、東京都とかさ川崎市とか何でもいいよ本当に、とかねえ、まあ、最悪もう企業じゃなくてもいいや、個人でもいいや、もう個人で素揚げさんのねサインが欲しいですってね、1枚10万円からね書きますとかね、何でもとりあえず何でもメールして、下にね下にメールアドレス概要欄にね貼ってありますんで、過去のね案件動画、過去の僕がね撮ったね企業案件の動画何本かあるんで、それのリンクも貼っておきます、こんな感じでやりますって言って、僕ね他の YouTuber と違ってね面白い案件動画撮れるんで、他のね
あのどうしようもないやつらみたいな、クソみたいなね、本当宣伝集半端ないね、クソみたいな案件動画じゃなくて面白いね動画撮れるから期待しといて、で見てるからねキッズの子たちもね、やっぱなんか企業案件ってちょっとみたいな、うわまた企業案件かみたいな思うじゃん。もう時代遅れそんなの、古い古いそんなの、これからね面白い案件動画の時代だから、まあ俺くらいしか無理やろうけどねそんな、うん、それでね俺時代作ってくからさ、なんならもうこれから出す動画全部ね案件でもいいよ、うん、時代変えますよ私、もう古い古い、ただのね動画とかね古い古い、もう俺次のステージ行きますんで、うん、でまあ、ちなみにね今もね何本かねちょっと進行中のね案件ありましてね、ごめんねちょっとねもうあんまりでもねちょっと引っ張りだこれあれなんでね、近々ね上がると思うんですけども、うん、まあ本当結構ね僕ね何ぞのラフな感じで撮るんで企業案件動画、そんな何かガチガチの宣伝集じゃなくてもう本当何か無編集で今みたいな感じでね、ただカメラ回して気持ち悪いねブサイクな面見せながら喋ってみたいな、うん、ラフな感じで行くんでね、皆さんもラフな感じでね気軽にね肩の力抜いてね声かけていただけたらっていう、うん、本当みんな宣伝しといて、お父さんお母さんにさみんなね、みんなのお父さんお母さんさ働いてるっしょ、頑張って汗水さらしてさ、君らのさこんなクソ動画見るためのさスマホ代払うためにさやってんだろ、少々じゃないぞ、毎回俺口酸っぱく言うからね、うん、親孝行せえ親孝行せえよ本当に、そのためにはヒカキンさんでね捨て上げさんっていうねすごいね本当これマジなんだけど、ね、いつも言うけど唯一ね東大生に認められた YouTuber なんですよ、3年くらい前にちょっと蚊がさ俺の手にさ口できてさやめてくれよ、しかも刺されたわ何本か、週刊文春みたいな週刊現代みたいな名前の週刊誌が東大生が選ぶ尊敬する著名人有名人っていうねそのアンケートを取ったんですよ、東大生何百人が選ぶみたいな、そこで本当イチローとか大谷翔平とか孫正義とかスティーブ・ジョブズとか名だたるね各界のねスーパースターたちが並ぶ中唯一俺ね YouTuber で唯一ね入ったのよ、東大生が選ぶね尊敬する有名人、これわかる？この凄さ、ヒカキンとかねはじめしゃちょーとかですら入らなかったもう日本のね頭脳のトップよ東大なんて、その人たちが選んだ唯一の YouTuber なんですよ、もうわかるでしょ誰に案件頼んでっかってそうなんですよ、登録者じゃね測れない、もうこれからの時代は、うん、知名度冒頭にも言ったけど知名度ね半端ないのよ俺本当。20万人とかね絶対逆に水増しされてる、逆水増しされてる、なんか不正にね多分減らされてるよおそらくだけど、うん、集団ストーカーに、うん、だから半端ないから、でそんなねヒカキンクラスの影響力を持つ男にとそんと数十万とかでね案件頼めるってもうお得どころじゃないよ、普通ねヒカキンとかね何百万登録者の人にね仕事頼むんだったら何百万円何千万円当たり前だからね、でもそんなさお金かけてでもさ多分回収できないぜ、費用対効果めっちゃ少ないぜ、何千万何百万に YouTuber かけた、ね、YouTuber ごときにね払ったところで、ああ絶対ねこの捨てはげ面にね払った、ね、仕事いらっしゃるから絶対俺真面目だから、本当仕事するってなったらね死ぬほど真面目です、今こんなねちょっとやんちゃしてね陽キャっぽくリア充っぽくで陽キャっぽくやってるけど、マジでねプロなんで、仕事するってなったらガチでプロなんで、ほんとね待ってます、ほんと下のメールとかまあ何でもいいけど下のメールアドレスとかね送っていただければね、うん、ほんとまあでもあんま舐めたね案件とかはね返信しないよ、ガキが送ってきたようなね舐めた文章とか舐めた感じだと返信しません、興味があってこれいいなって思ったやつだけ、ね、返信しますんでね、待ってるよ待ってるよ、うわ楽しみだ、これからはねやっぱ次のステージ行ってね社会動かさんと、うん、企業も巻き込んでねちょっと捨て上げ経済圏ね、うん、もう作り上げてね、うん、この世界変えようと思ってるんで、まあギャラの交渉とかね条件のね相談とか要相談とかでメールで気軽に送ってくださいよ、うん、まあ
ね、ほんと気軽に、こんなあの怖そうなお兄さんに見えるけど、マジで、ま、真面目だから、うん、もうすでに企業案件でね、あのお仕事一緒させていただいてる方、わかると思うけど、本当に。ほんと真面目なんでね、うん、期限も必ず守るし、ね、あのコンプライアンスね、めちゃくちゃ守るしね、あの守秘義務というか、あの言っちゃいけないこととか絶対言わないんで、うん、ぜひのお待ちしてます。うん、こんな感じでね、何でもいいよ本当に、何でも、あでも反社会的なやつはやめてね、あのお薬とかさ、そういうのはちょっと NG なんで、ギャンブルとかもちょっとね、パチンコくらいだったらあれかもしれないけど、オンラインカジノとかちょっと最近危ないじゃん、あ反社会的なの NG ね。僕もね、初対持ちなんで、うん、守るべきものがあるんでね、それちょっとやばそうなのは NG、 本当に反社会的だね。でもそれ以外だったら本当なんでもいいっすよ、うん、ね、あまあ一番は家でね、全部家でね完結できて、メールでね全て完結できて、メールで請求書とかね、振り込みとか完結できたら、まあそれ一番理想ですけど、現地にね、まあ、最悪行ったりもできるんで、まあ理想は首都圏、東京、神奈川、埼玉、千葉、でまあその遠くだったら交通費とかね考えてね、まあ日帰りとかになっちゃうかもしれないですけど、ね、例えばね、福島県とかね、北海道のラーメン屋やってるんですけど、捨て上げさん来てくれませんかって、まあ交通費とかね、考えてね、よ大相談でね受けますよ本当に。まあ一番は本当に家でね、お互い家でね、リモートでねやるのが一番いいと思うんで、それが理想ですけど、どんな感じかな、うん、ってな感じで、何でもいいです本当、うちの商品紹介してくださいでもいいし、うちね、なんだ、何でもいいよ本当、どんな会社でもいいですけどね、コンサルやってますけどとか、税理士やってますけど、会計事務所やってるんですけど、弁護士、法律事務所やってるんですけどとか、うちの宣伝してくださいとか、現地行くこともできるんで、現地行ってもいいし、名前だけこう家でね、俺がね、軽快なトークでね紹介してね、宣伝するとか、まあ、現地行くの方が見栄えはいいのかな、現地に行って俺がね、はちゃめちゃやるっていうね、そう、まあ何でもいいけど本当に、うん、あちらに YouTuber の方ね、NG でコラボしてくださいみたいな、NG で嫌いだから俺 YouTuber、 まあよっぽどヒカキンさんとかだったらね別だけど、まあ YouTuber の方はね最低でも1億積んでからやね、コラボは YouTuber、 まあそれもそうなんだけど、例えば本業でなんかね税理士やっててとか、なんかお店やってて YouTube も片手間にやってますとか、そういうくらいやったらいいけど、しょうもないね YouTuber のねやつらね、お答えだから、絡んでいくんじゃねえや、気持ち悪いんだよ、まあ冗談だけど冗談だけど、まあ企業というかそのお仕事だからね、コラボを募集してるわけじゃないんで、うん、そんな感じで、ちょっと長くなっちゃったけどね、よろしくね、下の概要欄見てください、次のステージ行くぜ俺は、お前らどうすんだ。